続いての対戦は横山レイナ VS 山崎ゆはな。さあお二人意気込み聞いていきましょう。まず横山。はい、卓上競技、ね、はい、ゆはとは研修生の同期です。おお、はい、なのででもこういうなんか勝負みたいなゲームみたいなのもやっぱあんまりしたことないので、うん、ちょっと今日気合入ってます。今日はもうこのためだけに来たんで、もう気合入れてもう勝つために来たんで、はい、勝って帰りたいと思います。ちょっと可愛らしさがないですけど大丈夫ですか？あ、全然、それはもうにじみ出てるんで大丈夫です。はい、にじみ出てるんで。さあ、ゆはりちゃんいかがでしょう？はい、私人見知りなんですけど、うん、今日は横山レイナちゃんなので、容赦なく戦いたいと思います。お、ブラックゆはねが見えるかもしれない。こっちも全然可愛らしさがないコメントでしたけど。でも4つの競技ありますからね、ぜひ頑張っていただきたいんですが、五郎さんいかがでしょう、このカード。そうですね、まあまあ本当に2人とも常に爪痕を残すタイプだと思うので、うん、そうですね、今回はまた素晴らしい戦いになるんじゃないでしょうか。どっちが爪痕を残せるかを、うん、もっともうやってますよ。シャドウ始まっております。さあそれでは早速最初の競技参りましょう。はい、まず最初はトントン紙相撲。これ見えてますかね。出た、出た、 YouTuber っぽいですね。こちらもうやっぱ可愛さとか捨てて、おうおう、もう勝つためだけにこう拳の部分とかをちょっと大きめにして、はいはい、これがやっぱこうね進んでった時に、相手の方が進んでた時にこうここが当たってちょっと倒れるんじゃないかな。ボクシングですか？突っ張りですよね、突っ張りね、こうね、突っ張り突っ張りとか、やっぱこう勝つためにこう勝つという文字を、なるほど、入れてみましたんで、これは多分勝てると思う。勝つために作った神力士ということでございます。あ、それいらない、それいらないです。さあ、ゆはねちゃん。はい、私はこはねちゃんって言うんですけど、かわいいんだけど、こはねちゃん、そうなんです、こはねちゃんって言うんですけど、ちょっと間違えてしまい、お腹に羽を生やしてしまったんです。なるほど、かわいいよ。なので、このお腹の羽の力で横山を吹き飛ばしたいと思います。いや、ちょっと見えてないかもしれない。あ、いらねえつシャッシャシャッシャ。さあそれでは参りましょう、試合開始です。東ドリームエンジェル。ドリームエンジェル。西、うん、横ボノ。あけぼのみたいになってます。ドリームエンジェル VS 横ボノ。横ボノ。ドリームエンジェル、すごさかな。さあそれでは参りましょう、見合って見合って発見を残った。そう、見合って見合って、ハッケを残った、残った残った、優しいスタート。残らないで、残らないで、落ち着いて、残ったかいな、ね、え、なんでコハネ、ちゃんと見て、話聞いて、コハネ、ねえ、分かってるよね、ねえ、なんでこっち来るの、トレーナーが、トレーナーからの指示に従わない。マサル、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 頑張れ、マサル、あーっと、何だっけ、ドリームエンジェル。続いてはナイスオッキー。さあ自分の分身であるオケルキーホルダーをノック式ボールペンを使ってゴールを目指していただきます。五郎さんいかがですか、こちらの対戦は。いや、やはり同期なので、はい、僕はちょっとバチバチの戦いみたいなと思ってるんですね。なるほど、うん、遠慮なく、はい、そうですね、確かに遠慮してる場合じゃないですからね。そうそうそう、何が見えるの、すごい、見えますわ、まあ、炎が見えてます。そうですね、バチ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 来てますね。さあ、ということで先攻後攻じゃんけんで決めましょう。勝った方が先攻でいきます。最初はグッチョキファイグー、勝ちましたよ。じゃあ横山先攻で、先攻ですね、せーの、おー、回転入れてきますね、勢いは良かったですけどね。そうですよね、勢いはやっぱ出しゃばりなんで、回らなければもっと、なるほど、まっすぐは欲しいかもね。なるほど、悔しい。いきます、いきます、はい、あったー、うん、あったー、大丈夫、大丈夫、自分気がした、昭和の、昭和の音か。あんまり言わなかった。ただ第2打をいい位置につけてますよ。確かにね、せーの、あー、うん、そう、でも悪くはないんじゃないですか。そうですね、このまままっすぐいきますね、うん、難しい、やばい、ちょっとパワー不足ですかね。そうですね、あれ難しい
様子をつかみきれてない様子です。やっぱり横山回転系得意ですよ。そうですね、くるくるですね。やっぱそうですね。ユハがパワーつけたらすごいんですけどね。おお、すごい狙ってきた。ああ待って待ってください。緊張な。これ横山コース取りも大変ですよ。はい、あーっ、でもこれが押してくれたら星いきますか。そうですね、大きいです。今のルート変えた。ああ、これないこれ。場外した。ということで場外はスタート地点に向かいます。マジか。聞いてない聞いてない。初です、初場外です。初場外。はい。初めてだよ。初めて。そうですよ。初めての試みだよ。初めてだ。観客席に突っ込んでしまった。そうですね。いきます。せーの。うん、ナイスオッキー。ナイスオッキー。さあ、こっからゆがねちゃんね、いろいろな、そうですね、作戦を練っていきましょう。真ん中、真ん中に横置きですか、あれは。これは我々ずっと見てますけど、初ですね。だって、真ん中に障害物ありますからね。引っかかりに行こうとしてるとしか。めちゃめちゃなってちょっと思う。いいんですよ、いいんですよ。いいんですよ、それは自由ですから。ゆはねワールドですから。ただここは意外と壁に横山もぶつかるっていう感じなんですけど、あんまり跳ねすぎるのも阻止したい。おお、でも抜けた。俺次の位置で決まるんじゃないですか。超来たんだけど。山崎はどういう作戦だ。なんかそろそろ可能性もあります。そうですね、未知のコース取りですから、はい、真ん中横。さあこうなるでしょうね。こうなりますでしょうね。横山いかがでしょう。もうめっちゃ自信あるんですよ。それも私中学生の頃、吹奏楽部だったんですね。吹奏楽部だったんですけど、卓球部が吹奏楽部でずっと悩んでたんですよ。で、仮入部を3日間卓球部でしてたんです。その成果がね、仮入部って何かしますか。外周外周走ったっていうんですね。でもまあ自信あります。だ、気持ち的には好きなんだ。そう、入ろうと思ってたんで卓球。なるほど、自信ありますね。なるほど。さあ、言われていかがでしょう、ピンポン。私も仮入部を3日間やったんです。本当に本当に本当に。さあ、また上を行かれた。また笑いの神様さん。でも卓球の勝負は分かんないですからね。同じ仮入部3日間という。そうですね。さあ、それでは、はい、勝った方からサーブでいきたいと思います。はい、はい、じゃあ、キュッパーシェーン。勝ちました。そこまだそんな面白くない。せーの、あい、あー、あー、横やん1ポイント。ただね、ゆはねちゃん今すごいスマッシュ的な感じですか。狙ってきてる。ガチで来てますよ。いいですよ、潰しに行ってますね。いきまーす。さあ、横やん2ポイント。ポイントです。横やん見せ場なく終わる可能性。というのだけだね。そうですね、うん、はい、いや、今の取り行ってません。取り行ってますか。そういう意味ではマイナスですけど。恥ずかしかったです。ヨハネちゃんまず取り行きましたね。そうですね、はい、はい、あお観客席の方に。おっと、誰に当たりました。ヨハネです。お自ら自ら蹴る。きっと映ってるぞ。いきます、はい、あ、ということで横山の勝利。最後は厚めのお聞き。じゃんけん、勝った方が高校できた。うわ、最初グッジャンケン1枚アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ。見せ場作りますね。いいですね。それでは参ります、はい、集めてもらうグループは
ちょっとヨハネちゃんに質問などして、ちょっと邪魔しちゃってもいいですよ。ヨハさ、最近さ、なんかどんなメンバーと遊んだの？あ、聞いてるの？もしじゃあ、その仲良くなりたいハロープロジェクトのメンバーで、皆さんそうなんですけど、あ、なるほど。すごい雰囲気似てる。私ちなみに、そうですね、ちなみにあのビヨンズの里吉歌乃ちゃんと遊ぶ約束してて、なかなか行けてないのでちょっと行きたいです。自分の喋りになっちゃった。じゃあ向こうに置いてください。川の向こう岸に置いてください。そうなんだ。そうそうそう、すいません。なんだろう。じゃあ最近、はい、こうハロープロジェクトのメンバーで、はい、あの仲がいいメンバー、別のグループで、別のグループ、うん、やっぱあれですね、アンジュルムのハシタコですね、ハシタコリンちゃん、あ、やっぱ同期だからね。そうですね。え、遊びに行ったりとかするの？あの、遊びに行ったことまだないんですよ。そうなんだ。そうなんです。私もない、てか普通に同期で遊びに行きたいんで。普通に少なくないですか？同期で行くならどこがいいですか？あ、確かに、同期で行くならどこがいい。私はハワイに行きたい。ハワイ、何ですね。大きく出たな。ピクニック行きたいな。ピクニックいいね。ピクニック行きたいな。じゃあ弁当作ってくる。そういう時は誰が一番仕切ってくれるの？誰が仕切るんだろう。でもさ、あやましくいなくない？終了した方がいいかな。あやましくいなくない？終了？あ、でも終了した方がいい。3、5、3、5、7、8。すごい卑怯、すごい卑怯。生田さん、生田さんいて、石田さん、すいません、佐藤さん、小田さん、誰ですか？小田さん、小田さん、はい、小田さん、加賀さん、横山さん、待って、横山、そうなんです。嘘でしょ、なので1分57秒でございます。1分57秒。いや、でもこれお笑いポイントを引いたらもう相当早いです。そうですね、もう20秒ぐらいですよ、うん、だって隣の人を選ばないっていう。いや、しかも今まで対決してる人だね。そんなにずっと喋ってたのに、うん、さあ、それでは参りましょう。高校横山、用意スタート。奇跡を見せてくれ。さあ、言ってもね、自分のチームですから。あ、ユハもじゃあ質問か何か。質問、最近のハマりは？最近ハマってるもの。最近のハマりは？最近のハマり？肩がユハですね。でもなんか都市伝説とかを見るの。都市伝説。そう。へえ。最高のインタビューあるですね。一ミリも興味ないのが伝わってきますね。興味ない。そう。お、さあ、お、仕上げの時間だ。おそらく横山じゃないですか。そう、横山じゃないの。そう、はい、はい、終了。はい、福村さん、はい、生田さん、石田さん、石田さん、佐藤さん、佐藤さん、岡村さん、うん、岡村、山崎さん、めいちゃん、はい、お、ノーミスでございます。さあ、タイムをお願いします。結果52秒でございます。横山の勝利。1分ぐらい差がついてよ。4つの競技やってきましたけど、横山いかがでしたか？そうですね、すっごい楽しかったです。楽しかった。はい、はい、どうですか、爪痕的にはどうです？爪痕はゼロ。悔しさ、そこにそういう意味ではちょっと悔しいんで、またやりたいな、うん、そうですね、そこもね、大事ですから、はい、さあ、ゆはねちゃんいかがでしたか？はい、緊張してたんですけど、最初めちゃめちゃ、うん、でもすごい楽しめました。楽しんでね、はい、横山は、なんかすげえ話しやすかった。ありがとう、ね、でも全然見つけられなかったけどね。本当だよね。でも、後で話す。それだけはめったり相談してください。はい、ということで、お二方お疲れ様でございます。